皆さんこんにちは。熱きフットボールフレンズにお送りする超オフェンシブマガジン from 大阪アディショナルタイムのインタビューコーナーを動画でお届けしようという番組でございます。今日はですね、新年明けまして一発目ということでございまして、実はですね、今日は業務連絡から入りたいと思います。実はですね、当店の名前が変わります。フットボールライフという名前なんですが、これがですね、さらに情熱的にパワーアップしまして、フットボールビータという名前に変わります。2013年の2月1日から、変わりまして、名前だけでなくですね、今まで、なかなか商品をお届けするまで時間がかかったりとか、ああいう部分があったんで、その辺もですね、改善して、皆さんの欲しいものをできるだけ早くお届けできるようにということで、2カ年計画でですね、いろいろこう改善をしてまいりますので、どうかよろしくお願いいたしますというところで、今日はですね、ゲストをどのように紹介したらよろしいでしょうか。福島真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。福島真理子です。はい。ひょんなところでですね、出会いまして、皆さんもすでにお気づきだと思うんですが、これですね、これはい、あ、そうですね、それ、はい。フェイスペインティングってね、あると思うんですけども、実はこの絵の具をですね、販売されていらっしゃるということで、はい。今日はその絵の具の宣伝も兼ねつつ、実は、宣伝だけじゃなくて、めちゃめちゃサッカー好きやということが分かりまして、はい。その辺のちょっとクレイジーぶりも、はい、お伺いしながら今日は進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、はい、まずはですね、そもそもどのタイミングでサッカー好きになったのかって話なんですが、はい、そうですね、サッカーを好きになったのは、はい、たまたま付き合った子がサッカーが好きで、はい、まあデートのネタに困った時にちょっと行こうやと。あ、なるほどね。それはちなみに何年ぐらい前ですか？それが4年くらい前です、ね、まだ4年なんですね。まだ4年ですね。4年とは思えないようなエピソードはこの後出ますね。皆さんお楽しみにしてください。じゃあ4年前にもそういう話があったと。はい、はい、正直ね、4年前、まあ4年前だったら南アフリカのワールドカップまだ、はい、まだ終わってないですよね。あの時の日本代表そんなに強くなかったし、はい、サッカーに対するイメージってどうでした？サッカーに対するイメージはイケメンが多い。ああ、なるほど。そう、大事ですね。最初の入り口ね、大事ですね。それ確かに。はい。あとは？そう、行こうって言われた時に、サッカーってありませんでした？いや、そのガンバの試合に誘われたので、はいはいはい、はい。もともと北摂市民、美濃出身なんで、あ、近いなって。なるほどね。はい、なるほどね。で、あんまり行ったこともないかったんですけども、私、新しいこと大好きなので、あ、じゃあぜひ、行く機会がなかったので、行ってみたいと。うん、で、高校の時から結構友達は周りがみんな行ってて、そうなんですか。まあ、かっこいい、かっこいいと。あ、その時はちなみに誰がかっこいいだったんでしょうね。バットマン。あ、宮本選手ね。宮本選手をみんな見に行ってました。意義なしということで。はい、なるほど。ただ、まあ、それ見に行ってる中で自分は見に行ってなかったと、はい、そうですね、一緒に行く機会がなかったので、あ、そういうかっこいい選手がいるんやっていうことは認識してたんですけど。なるほど、なるほど、はい。それで初めて見に行ったのは4年前。4年前ですね。どうでした、実際見てみて。あ、もうなんかテレビで見てるのと全然違って、はいはいはい、あ、なんかみんな叫んでるしそれは僕のことでしょうか。すみません、はい、叫んでるし、初めてなのに、A ホームゴールに連れて行かれた。初めてなのに。はい。そら、もう泣きそうになりました。そら、そうですね、泣きそうになりますね。泣きそうになりますね。言われませんでした？おい、お前歌えとか言われませんでした？あ、もうだから一緒に横に飛ばなあかん、ルールが分からずに。そうですね、いきなりね、遠くから一回見て、うん、あ、やるんやなっていう知識があっていくのと、全くわけわからんまま飛び込むのとちゃいますから ね、とりあえず横に、右に左にどっちに動いてるか分からないとか。はいはい、ありましたね、ありましたね、ありますね。なるほど。もう座ってみたらいけないっていうことが。そうですね、まあ、基本そうですね、はい、びっくりしました。はいはいはい、はい、でか、まあ、いいイメージを持っていただいた。そうですね、すごい楽しかったです。そこからなんですよ、そこからなんですよ、そこからね。はい、で、実はね、この、まあ、絵の具のね、お話を福島さんにいただいたときに、はい、実は福島さんはドイツ語が得意だというお話をされてて、はい、学校で、大学とかで勉強されてらっしゃった。そうですね、大学がドイツ語学科で勉強していて、はい、で、実際にドイツにも行かれていたと、はい、い
ということなんですね。はい、ドイツにも行ってましたし、あのヨーロッパに。あ、ヨーロッパいろんなとこ、はい、あ、しばらく留学ですか？はい、そうですね、ドイツに2、3ヶ月と、あとまあヨーロッパ旅行っていう形で1ヶ月おりました。なるほど、はい。で、そのサッカーが好きになってからヨーロッパ行ったんですか？そうですね、サッカーが好きになった後にヨーロッパに行ってます。幸せだ。それはだいぶ得しましたね。得しましたね。ということで、はい、そのヨーロッパ旅行で、いろんな、まあ、スタジアムに行かれてた。はい、スタジアム巡りをしてましたね。それね、それね、あのすごく不思議なんですけど、はい、あのまあ、ちょっと見てね、ゴール裏ではしゃいで見て、はい、おもろいなとなって、でもなんかせっかくね、あのドイツ勉強してて、はい、ドイツの旅行、まあ、留学だったり、はい、ヨーロッパ旅行じゃないですか、なんでスタジアム行っちゃったんですか？そこまで の、 このモチベーションの上がり方が不思議でしょうがないです、僕。いや、なんかサッカー面白いってなって、で、あ、ヨーロッパもいろんなサッカー強いチームがあると、はいはい、で、まあ、ドイツ語やってるとやっぱり、まあ、ブンデスとか見ないのっていう話になるので、周りに押され押されで、あ、なるほど、なるほど。で、まあ、どうせ行くならいろいろスタジアムを見てこいと、写真撮ってこいという話になりまして、で、向こうに行って、まあ、ヨーロッパでいろんなスタジアム。最初にその留学で住んでた、滞在していた場所はどこなんですか？はあの、とてもマイナーなんですけど、はいはい、シュベービッシュハルっていう、ミュンヘンとシュツットガルトの間です。シュベービッシュハル。シュベービッシュハル。シュベービッシュハルっていうところ、はい、田舎ですね。はい、なんでそんなとこ行ったんですか？いや、それはまあ学校があったんですけど。はい、あ、そこに学校があったんですね。そこに学校があったんで、まあ、その2万人くらいの町。ミュンヘンとどこで言いました？ミュンヘンとシュツットガルトの間なので、本当にドイツの真ん中あたり。ああ、下の真ん中ですね。下の真ん中あたりですね。はいはいはい。ノイシュバイシュタイン城とかあるところですか？あ、は、よりはもっとあの真ん中よりですね。はい、ね、もう本当にど田舎です。でそっから、はい、まあ、じゃあヨーロッパ行ってみようと。そうですね、初めてその、じゃ初めてはドイツですか、そのスタジアム行ったのは。初めてとスタジアム行ったのは、あ、その前にスペインがあります。スペインから入ってるんですね。はい、スペインから入ってます。ちなみにスペインのどちらでしょうか？スペインのバルセロナ。カンプノーですね。カンプノーです。もう僕はテレビでしか見たことないし、はい、まあ、あの外観ね、劇場のような。すごいです、あれ。あの、この間ね、たまたま BS の旅番組で、はい、見たんですけど、はい、カンプノーの近くになんかスペインって、あの周りが山で、はい、バルセロナ、ね、はい、ケーブルカーみたいな、なんか、あります、あります。乗りました、はい、ケーブルカーも乗りました。乗りました、はい、乗ったら、そっから、あ、あれがスタジアムですよ、みたいな風が。はい、そうか、こんな風にして見えるんだな。人がまずか入ってくるの見えるぞ、そのね、あのテレビの中で。あ、あ、そのあの上には別のスタジアムが、あのオリンピックで使われたスタジアム。別個のスタジアムがあって、はい、それと別にサッカー場がある。はい、ありますね。そこに実際にゲームを見に行かれた。はい、もうゲームを見に行きました。そこでね、あのもう具体的に、まあ、ここで、ね、見に行ったって話をしてもいいんですけど、はい、具体的にね、あの僕もあの疑問なんですけど、はい、じゃあ、明日スペイン行こうって話になって、はい、スペイン行って、で今週末の土曜日ゲームだーってなって、はい、チケットは買えるもんですか？チケットは当時買い方が分からず、インターネットで調べました。それでもスペイン語で喋るの？スペイン語、英語ですかね。じゃ英語とかで調べたりしてるうちに、はいはいはい、でも日本語のサイトにたまたまぶち当たって、はいはい、ですごい優しいあの旅館というか、うんうん、その泊まるところがあったんですけど、うんうん、そこが、まあ、その宿泊とプラスでチケットも取っていただけると。おお、しかもチケット定価で取ってもらえると。おお、いうのがあったので、もう即座にその宿に決めて。なるほど、なるほど。そんなのあるんですね。そういうセットの宿みたいなところが。それまた宿が空いてたんですか？宿がたまたま空いてて。宿の人はでもチケットどうすんだよな、それ余ったら。どうやって取ってるのか全然わかんないんですけど、はいはい、普通に定価でプラスその、まあ、宿代っていう形で。なるほどね、はい、だからそういったところを見つけると、まあ、もちろん安心ですしね。そうですね、捕まされることもないですから。まあ、もう日本人の方でそちらのバルセロナ長い方。日本人の方でね、はい、なるほどね。でもすごい優しい方でした。ええこと聞きましたね、これは。だから皆さん、あのもしバルセロナカンプノ行こうと思ったらですね、検索していただいて、はい、日本人の方がやってるお宿を探していただいて、チケットも一緒に買える、買えるというか、はい、あの、あの、買っていただける、もらえるということなので、はい、そんな風にしていくと、はい、すぐ見れちゃう。すぐ見れちゃう。で、実際あれなんか3階建てかなんかですよね。はい、3階建てですね。あれはもうどうなってるんですか？入り口がもうでっかい入り口があって、ひたすらみんな入ってて、みんな階段登ってくるんですか？そう、もうな、多分いろんなところに入り口があるんだと思うんですけど、はいはいはい、そもそも地下鉄の駅も何個か近くにあって、うん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 、でみんながわーっと集まって、まあ、いろんな露店とかもあるんですけど、お祭り騒ぎです。それね、あの僕1回だけ、はい、1回だけ、ね、ドイツでサッカー見たことあるんですよ、はい、でね、
あの比較的ね、はい、ガラガラなんです最初は、はい、最初はっていうか、うん、キックオフの30分前ぐらいだったら、はい、人がマンスがやってきて日本、まあ、僕らは J リーグなんで普段見てるんですけど、はい、もう開門前から並んで人ワンサカ、ね、入るけどなんかね、本当にね、何時間前から皆さん並んでるから並んでますよね。で、ちょっとびっくりした、ドイツ、はい、ドイツも結局その僕が見に行ったスタジアムは満席だったんですよ、はい、人が満杯だったんですけど、最初はもうガラガラでやるのかなっていうぐらいの、はい、カンプーナーちなみにどうでした？私たちが入ったのがギリギリで、うん、ギリギリもう、うん、あのその日の朝イタリアにいたんですね、はいはいはい、イタリアのローマに行って朝の飛行機で飛ぶ予定が、寝坊して最悪や寝坊して飛べなくて、はい、急遽次の便を取ってでもうギリギリで駆け込んだ状態。それそのローマの朝の段階で、はい、もうその日はサッカー見に行こうと思ったんですか？あ、もうその日にサッカーの予定を入れてて、あ、入れてたんですね、はいはいはい、でまああの朝行けるやろうと思って余裕を持って電車に乗ったんですけど、うんうんうん、私が時間を見間違えてて、うん、乗れなくてめっちゃショックで泣きそうになってそれでもまあなんとかギリギリ間に合ったと。あ、もう本当に空港スタッフとなんで乗れないのみたいな、結構ギリギリに着いちゃったんですよ、うんはいはい、で乗れそうで乗れない時間に着いてしまって乗れなくて、うん、あ、そうか、でじゃあもう次正規で、はいはい、あのチケット買うからっていう話をして、うんうんうん、で買って飛ん でもうバルセロナ着いてダッシュでホテルに行ってチケットもらってそのまま行くと。うん、もうあそのホテルからスタジアムまでの移動なんですか？徒歩？まあ、確か地下鉄で。地下鉄で、はい、そしたら扉ガーって開くじゃないですか、地下鉄のその駅でね。はい、そしたらもうみんなもうそのスタジアムに行くみたいな。あ、もうみんなあの普通に流れに乗ってたら大丈夫です。あ、なるほどね、道も何もわからない。でも、とりあえずみんなスタジアム行くやろみたいな。とりあえずこの人らについてたらええかなっていう。へー。僕ね、ドイツでね、ゲームに行った時に、はい、荷物チェックはなかったけど、はい、なんか、トライゼって書いた人たちが銃持って4、5人おったんですけど、そんなのやっぱいます？あ、多分警備員とかはいましたね。ドイツも多分いた気がします。うん、うん、いました。はい、暴れる人いました。多分暴れる人いるんやと思う。お酒も皆さん入ってあるし。あ、そうかそうか。 そこで逆に聞きたいんですけど、はい、そのカンプノーでね食べられるスタジアムグルメは、はい、例えばどんなのあるんですか？買いました？なんか美味しくなかったかな言うてもった言うてもった。なんか多分なんかホットドッグみたいなのを買った気がするんですけど、はいはいはい、あの他のスペインのご飯ってむちゃくちゃ美味しいんで、うんうん、そこのご飯が美味しかったイメージはない。あ、そっか。まあそしたら皆さんスタジアムには何か持参 で、ね、カンプノーには持参で行ってください。皆さん、はい、一応下にあの売店みたいなとこもあるんですけど、うん、もちろんそうですよね。すごい混んでるのと、いや大変アルコールですかも皆さん、ひたすら飲んでるの。そうですね、スペイン人は何飲むんですか？ビール？ワイン？スペイン人ビール飲んでたりとかしますね。そうなんや。ワインも飲んでたのかな。そう、もうドイツ人はビール、もちろんビールのイメージがありますよ ね。スペイン人もビール飲むんや。もう飲んでますね。へー、ワインとか、そうですね、バルとかで引っ掛けたりとかして、うんうん、なるほど。で、まあそう、一発目はカンプノーだったということで、はい、まあ、なんとか間に合ったと。間に合いました。でちなみに他にはどんなスタジアムがあるの？他には、まあその、うん、バルセロナにあるあのもう一個あるスタジアムですね、うんうんうん、オリンピックの時に作られたスタジアムと、あとは、そこバルセロナから次にあのレアルマドリードのところまで移動して、うんうん、サンチャゴベルナベルですね。サンチャゴベルナベルも外から見ました。はいはいはい、そこら辺はもう試合取れなかったんで、でそれも見て、うん、でドイツに行ってあのバレあのアリアンツアレーナ、バイエルンのところですね。バイエルンのところですね。あのちなみにサンチャゴベルナベルは、はい、交通の便はいいですか？普通の便、うーん。バスとかですか？そう、なんか道に迷って。はいはいはい。めっちゃ困った記憶があります。でもマドリードの街はでも大きいでしょ？大きいです。で、うん、あの道がごちゃごちゃしてるんですよ。あ、細い道がいっぱいある。そうなんです。あのバルセロナは比較的5番の目みたいな。あ、なるほど。特に新しい市街地はすごい分かりやすいんですけど。北と南が分かりやすい。もうすごい分かりやすい。北と南というか海と山みたいな。なるほどね。神戸的な感じですね。関西人がすみません、関西人だけなんですみません。あのそうなんですよ。あの海と山だけで北と南。そう、はい、あの私美濃に住んでるんでずっと山は北。そうですね。はい。すごいローカルなんですけど。はい、ただあのそのバルサじゃなくてマドリードはもう、うん、あの道が分からない。もう言うたら、まあ、歴史がある、はい、そうですね、古いところなので、うんうんうん、ちょっと道に迷って。マドリスタはいましたか？マドリスタ、いや、その時
き試合なかった。なかったから、いないか、それはさすがに。ここがサンチャゴベルナベルだなって終わり。うんうん、で、あの、アリアンツアレーナもここがアリアンツアレーナだなって終わり。アリアンツアレーナも僕、はい、僕ドイツの地下鉄に乗ってた時に、はい、こっちがスタジアムみたいな、はい、あの地下鉄のなんか矢印みたいなの見たんですけど、はい、言うたらもう駅降りたらすぐですか、アリアンツアレーナは。いや、駅から若干距離ありますね。万博よりも距離ありますね。あ、そうなんですか。はい、まあ、結構遠いんですね。一応ちょっとローカル線みたいなところの駅から見えてるんですけど、多分人がいっぱい来るからですよね。結構スタジアムまでは距離があって、で、まあその試合やってない日やったんですけど、中に入れて、うんうんうん、あ、中に入れて、中に入れたんです。そうですか。はい、なんか普通に見学みたいなのはできて、中でまあオフィシャルショップみたいな、ミュンヘン、バイルミュンヘンと、あともう一つ水色のチーム、ミュンヘンなんとか、すいません僕でごめんなさい、はい、の、ホーム、はい、ホームですね。ホームなので、はいはいはい、でそこであのちょっと見て、で、ま、たまたま中のスクリーンで、あの砂場でやるサッカーみたいな、ビーチサッカー、ビーチサッカー、はい、の、 あの上映やってたんで、それぼーっと見てあ、もうスタジアムの椅子に座ってなんかね、ちっちゃい部屋みたいなのがあって、あ、そこで部屋の中で、部屋の中、めっちゃビップじゃないですか。ビップしか撮れ、普段ビップしか撮れないの多分ね、誰も来ないんですけど、普通に映像流れてて、あ、ビーチサッカーも面白いなと思います。もしかしたらそういうところにベッケンバワーとか通ってるかもしれない、普段ね。ゲームのある日はベッケンバワーおるかもしれませんよ、ほんまに。ほんまにそんなところをうろうろしてました。ね、うわ、なかなかね、やっぱりよっぽど、まあ、あの記者の方とか ね、はい、うん、ね、取材に行かれる方は別としても、うん、なかなかヨーロッパそんだけスタジアム行ってますわっていう人はいないですよ。いや、なんかやっぱいろいろね、スタジアム形も違うし、うんうん、面白かったですね。外から見るだけでも、特にアリアンツなんて、あの、なんですか、あのタイヤの、そうですね、モコモコした、モコモコしたミシュランのマークみたいなやつね。ミシュランみたいで、うん、あれがね、キラキラ光るみたいで、はい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 、なんか朝日ガラスさんの、あの、なんたらかんたらって言ってましたね。あ、それは日本が作ったんですか。と、日本の朝日ガラスらしいです。そうなんですか。っていう話を聞きました。初めて。それはね、試合のある日に行ったら、いや、俺の国が作ってみたって言わなきませんね。虹色に光るんでね。そうですね、あの、うん、夜ね、夜だと綺麗にライトアップされるんですよね、はい、あそこね。らしい、日本の技術らしいですよ、あれは。特に、例えばそのヨーロッパ歴訪して、まあね、これ、はい、これ見ていかれる方かどうか分かりませんけど、はい、ヨーロッパはね、はい、サッカー見たいという方向けにアドバイスとかあります。こんなんで失敗しちゃいけませんよっていう。いや、やっぱりあの財布とか気をつけてください。それはやられましたか。あの、まあ、あの地下鉄でやられたんですけど、もうすごいんですよ、本当に。ジャケットを着た、まあ、薄いジャケットを着て、うんうん、ここの中に入れるんですね、財布。まあ、危ないジャケットの中ですね。ジャケットの中に入れてるんですよ。うんうん、で、その入れてたにもかかわらず、うんうん、綺麗にお札だけ抜かれました。その、気がつかないうちに。地下鉄で気がつかないうちに。全く気がつかないです。びっくりするほど。それはどこの国ですか、スペインです。スペインか。スペインへ行く方、気をつけてください。本当に、財布はカバンの中に入れて持っていてください。でもカバンもね、カバン後ろ開けられるので。開けられるんです。もうどうしようもないんですよね。だからお金何箇所に入れ、あの、分けて、分散して入れとけば、取られたとしても3分の1だとかね。そう、でも100ユーロとか、もそんなくらいの、あの、どうでもいいお金をいろんなとこに。なるほどね、入れておかないと、あの、困りました、後で。そりゃそうですよね、全部取られてしまったら、おお、どうしようってなりますもんね。そうそうです、300ユーロくらい取られてしまって、うんうんうん、で、その後、まあ、またイタリアで、あの、どっか行こうと言ってたんですけど、それの予算がなくなった。ローマに1週間足止めになりました。返せ、スペイン人。もう、ね、もう警察に行ってもどうしようもないんで、もう現金取られたやと。逆にスタジアムの中はどうでした、そのスペインのカンプノーの中は、はい、そんなに危ない感じもね。中は全然、そうですね、まあ危ないおっちゃんとかいっぱいいそうなんですけど、確かにそう、多分大丈夫やと思う。そうか、皆さん、参考になりましたでしょうか。なるんでしょうか。でも本当にね、ヨーロッパやっぱ雰囲気ちゃいますよね。もう本当にカンプノーなんて、あの、全員がバルササポなので、うん、そうですね、アウェーがない状態なので、もう、うわっていう感じですね。あと、あそこ何万人入るんでしたっけ、まあ、7万人とかね、7万、8万とか入る。あの人らがゴール決まって、うおーってなったら、地鳴りがみたいな。本当にすごかったです、ね、やっぱ万博だとちょっとまあ、そこと比べるのは申し訳ない気が、日本のスタジアムの中だとなかなかそれ匹敵するのはなかなかないんですが、なかなかないし、万博ちっちゃいしみたいな。だから、あの、
まあ、うちはね、やっぱりヨーロッパ系のユニフォームたくさん扱わせて、商品たくさん扱わせてもらってるので、お客さんもね、やっぱヨーロッパ興味あるっていう方いらっしゃるかなと思うんですが、はい、ぜひ、お金は分散してですね、いろんなところに逃げてですね、スペイン行ってみてください。ぜひ行ってみてください。そして行ったらですね、僕に写真を送ってください。資料で送ってください。何かプレゼントします。送ってください。よろしくお願いします。そうしましたら、もちろん時間ということで、はい、最後、最後ちゃうわ、最後ちゃう、ね、実はね、これね、絵の具見せてください。絵の具ですね、こんな感じの絵の具を取り扱っています。これね、はい、絵の具でね、まあ、型抜きで実はこれ、まあ、塗ってあるんですけど、いや、絵の具なんか塗ったら取れへんやみたいな話になるんですけどね、実はこの絵の具、ごっつ不思議な絵の具で、これも同じやつなんですけど、こんな感じでペロリーンと、ペロッと剥がせるんですって。ゴムでできてる絵の具です。そうなんですよ、だから僕のもね、こう擦ったら取れちゃうっていう、いう絵の具なんですよ、はい。こういう剥がれる絵の具でミラクルペイントっていうんですけど、ミラクルペイントということで、はい、これからバンバン売り出し中ということですね、はい。これから、まあ、J リーグのスタジアムなんかでね、見れる機会も多いと思いますし、あとイベント会場でね、はい、こういう縫ってね、楽しいおもろいっていうのをね、やっている機会も今後増えていくということですので、はい、もしこの絵の具が欲しいという方いらっしゃいましたら、私にご連絡ください。はい、ご連絡お願いします。私に来たら福島さんにパスしまして、はい、福島さんがゴール決めますんで、はい、はい、よろしくお願いします。ミラクルペイントですね。ミラクルペイントですね、はい、はい、一応、ロフトさんとハンズさんと、あとスポーツショップのカモさんにも、はい、置いてますので、はい、カモは、もし、はい、見つけたらそこでもいいですし、はい、ちょっと近くにロフトがないという時は、うんうん、はい、ぜひこちらの徳丸さんに言ってください。はい。カモさんでも買えるってことなんで、カモさんはもう全国にね、サッカーショップあるので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、よろしくお願いします。そうしましたら、はい、最後ですね、はい、福島さんの方から、皆さんに、はい、皆さんっていうと、このフットボールライフのお客さんが見てらっしゃるんですよ。はい。何でもいいので、一言。何でもいいです。宣伝でもいいですし、はい、こんなことしたらどうですかとか、こんな風にしたら世界広がりましたよとか、はい、何でも教えてください。わかりました。はい、私仕事で通訳翻訳とか旅行のアテンドしてますので、うん、サッカー一緒に見に行きたい人アテンドしますんで、一緒にヨーロッパ行きましょう。そうですね。はい。ほんまですね。ご案内もしますので、うん、ぜひよろしくお願いします。パチダレよりにしっかり指導していただきますので、はい、皆さんにきっちりご指導もいたしますので。なんせ語学が堪能っていうのがね、一番頼もしいですよね。はい、一応トラブル起きてもなんとか解決する方向に行きますので。そうですね、ローマで飛行機乗り遅れてもなんとかなりましたもんね。はいはい、なんとかなります。物取られてもちゃんと手続きしますので、はい。はい、ということですので、ヨーロッパサッカー見に行きたいという方、福島さんにご連絡してあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、ではすいません、長々とお時間いただきました。福島さん、今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。